タナー・アレクサンダー・スコットは、アメリカ合衆国オハイオ州、モガドア出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のボルチモア・オリオールズ所属。2014年の MLB ドラフト6巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズで、プロデビュー。10試合に登板して1勝5敗。 防御率6.26、23奪三振を記録した。2015年は、A-9 アバディーンアイアンバーツと A 級、デルマーバ・ショアバーズでプレーし、2球団合計で18試合に登板して4勝3敗、2セーブ、防御率3.83、60奪三振を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2016年は、 a 級フレデリック・キーズと a a 級ボーイベーソックスでプレーし、2球団合計で43試合に登板して5勝4敗、5セー部、防御率4.76、81脱三振を記録した。オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2017年、マイナーでは a a 級ボーイでプレーし、24試合に 先発登板して0勝2敗、防御率2.22、87奪三振を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。9月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、20日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは2試合に登板した。オフには3年連続で、 アリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2018年はメジャーに定着し、53試合に登板して3勝3敗、防御率5.40、76奪三振を記録した。時速160キロメートル近い高速球を投げ込むが、請球に課題がある。ありがとうございます。